はい、どうも、クイズノックのこうちゃんです。ですね、今なんで動画を回してるかと言いますと、とあるメイン動画でなんか俺ですな、存在消されちゃったんですよ。で、存在を消されちゃったんで、ちょっとその間暇だなと思って動画回したわけですね。ということで、サブチャンネルとやっていきたいと思います。何撮るかも決めてないですが、じゃあ、江戸幕府の将軍を全部言えるか、イエーイ。江戸幕府の将軍をここに書いて、正解と確かめて合ってるかやります。はい。いや、なんかね、耳では繋がってるからうるさいんだけど、ちょっと今サブ撮りますね。でも うるさいよ、ほんと動画が。でも外そう、外そう、外そう。サブの方が先に上がるか、このメインが上がるか分かんないんで、まだ動画何か言ってないですけど、まあ、結構頑張ったけどね、最後、もう殺されちゃったね。残念。意外にさ、江戸幕府の将軍って簡単に見えて全部覚えてると結構きついんだよ。違う。これは、最後は、はい、書き終わりました。それでは、回答オープン。バーン。家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、家重、家春、家成、家吉、家定、家持、吉信。漢字で書いてないのはちょっと不安だったら書いてないだけです。果たして回答どうなのか調べていきたいと思います。徳川将軍一覧。1番、徳川家康正解。2番、徳川秀忠正解。3番、家光正解。4番、家綱正解。5番、綱吉正解。6番、家信正解。よしよし。7番、家継正解。よし。8が吉宗、いいよ。9が、家、ち、よし、家重。10が、家、はる、よしよしよし、家はる、はいはい。で、11が家なり、はいはい、いいよ。で、12が家吉、13が家さだ、はいはい。14が家もち、最後が、よし、よし。いやー、頑張ったでしょ、これ。よかった。結構パッと出てさ、パッと今、マジで何も考えずに動画の撮影中に、だって今耳つけてるから動画撮影してるんですけど、まあ空き時間でサブ撮ってる割にはさ、これ当てたのすごくね。すごいね。すご。はい。ということで、徳川将軍を当てたわけですが、で、皆さんもね、この15人ぐらいは覚えちゃうと、まあ俺もまあちょっと今ちょっと不安だったけど、覚えられてよかったですね。覚えていきましょう。やっぱ重要なのは、まあ1番、3番、5番、8番、15番とかですかね。家康、家光、綱吉、吉宗、吉信あたりが覚えられてるのかなと思うんですけどね。ちなみに、将軍であった期間が一番長いのが、家成ですね、家成。家成、だって50年やってますからね。50年将軍やってるのすごくない？で、ちなみに次が吉宗。で、これ昔ね、ランキングの動画でやりましたね。はい。ぜひ、今回覚えてほしいのは、一番長いのはね、11代目の徳川家成ですね。ちょっと一応漢字も書いておくか。はい、家成ですね。姓って書いて家成ですね。はい、この人が50年もやってたって、ちょっと覚えておくといいんじゃないかなと思います。はい。なんか、全然考えてないから適当に喋ってる。ね、ちょっと、適当に喋るわかんないけど。まあでも、どうしよう、なんかね、結構、なんか、耳の感じだとね、やばい。はいはいはい。ということで、なんか、もうちょっとね、メインの動画始まりそうなんで、ここで終わりにしますが、ぜひ、徳川将軍ぐらい覚えてください。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル登録、ツイッターもフォローしてください。そして、もらってね。バイバーイ。